Everyone, thank you for enriching my channel. 皆さん、こんにちは。ふみこです。今日はですね、探る力についてお伝えさせていただきたいと思います。英語学習を本当のゼロレベルから、2年と11ヶ月日本国内から一歩も出ずにですね、コツコツと英語学習を続けてきているんですが、日々ですね、わからない単語、目の前のネイティブの方を目の前にして言い方がわからない、伝え方がわからない、そんな時にはですね、必ず諦めずに探るようにしています。自分の中で声に出してわからない、読めない単語ありますよね。その単語を、グラジュエート、例えばグラジュエート、私はグラジュエートを知らない、卒業、その単語を知りません。その時に、読み方も上手に読めない、これは何て読むんだろうといった時に、graduate、 graduate、 何回も口に出してみて、でそこの文章に関連する前後の、フレーズからその graduate をイメージを探り出す作業をしています。もし単語がわからなくても前後のですね、文章でそのわからなかった単語が自然と、あ、こんなことかなってイメージができるようになっていく、その実感をしています。なので日々わからない単語があっても英語の文章をイメージをしながら読むように、そしてわからない単語があった時には、その発音がわからなかったりしても、なるべく声に出して、これかな、ああかなってやっているうちに、なんか今喋った言葉、なんか聞いたことあるなって、あ、この単語ってこういうことなんだっていう、ひらめきだったり、アイデアがどんどんこう湧いてくるので、諦めずに探り続ける、力をつけていっていただきたいなと思います。ご覧いただきありがとうございます。ではまた。